えい、お盆休み最終日、お盆持ってんか。スーパーディオこれ不動らしいんでね、出張で今直しに来ましたよ。これ、ちゃんと空調服着て、家非常に新しいいい家なんですけどね。とりあえずこのバイク直します。かかるよ。今状況どうなんでしょうか、ね、ちょっとかキックを。よし、キャブバラします。はい、取り掛かります。まずね、工具、そしてラスペネとヤマルーブとパツクリですね。あと一応ね、新しいガソリンつけるように以前使ったやつなんですけどね。あと大事なスポードリが入ってますから、熱中症注意でね、やりましょう。スタート。作業開始、今7分ですね。キャブレーター取りました。エアクリを取ってキャブ取りましたね。はい、これバラします。ちなみにこのタオルはですね、お盆中にトールがうちのトイレで粗相しまして、それの拭き終わったタオルなんでね、粗相を拭き終わったタオルってことで、まあ使ってます。これ完全に腐ってますね、ガソリンが。開けましょう。はい、オープン。はい、これ詰まってますね。これだ。はい、一瞬でしょうね。よし、取り外してつけて、やったりやすよ。日陰だし、空調服着てるせいで全然ちょい汗ぐらい。これいいし。はい、オッケー。はい、組みます。はい、組んだよ。はい、はい、キックするよ、これ。キックね。目標、5回。分かんねえな。え？なんでだ？なんでいいの？いいの？
ちょっと待ってくださいね。ちょっとエアグリつけるよ。はい、完成。スーパーディオ。ありがとうございます。AF27 かな。いいナンバーだね。いいナンバー。さやさや。はい、じゃあ早速。キック&チェイクで。いやせよ。かかれ。かかれ。おい。おい。ちょっとアイドリング低いかな。アイドリング低めですね。ちょっとアイドリングちょっと低い。アイドリング上げるときさ、このマイナスのネジを締めると高くなって、緩めると低くなる。気持ちいい。もうちょっと上げようかな。何でいいかな。4分の1回転回しました。 OK。